え？大丈夫そう？朝鮮と腹広だね。こんにちは、スペイくんです。今日もですね、カマキリロードやってまいりました。ということで今日もね、こちらのカマキリロードの方でカマキリ最終観察やっていこうと思います。今日はね、撮影日の方は9月の最終日でございます。それでは最終日何が見つかるかやっていこう。まあ、今日はね、カマキリロード来てるんだけども、まあ、そのカマキリの生理チェックをやっていくのはまあいつものことなんですが、まあ、それ以外にもね、カマキリの中にはね、レアなカラーリング、レアな種類とかいろいろいるので、その辺もね、見ていけたらなと思っております。あとまあこんな感じでね、ロードキルされてる個体もいるので、ロードキルされてる個体をこれ以上ね、他のロードキル者を増やさないようにすることと、あとロードキルされそうな個体がねいたら、まあ、できるだけ救っていこうと思います。ちなみにこれはハラビロカマキリのオス、ハリガネムシが横にいるんで寄生されてたみたいですね。何が違うのかは分からんないけど、カマキリロードにもやっぱポテンシャルというか、その日のなんかその体調みたいなのがあるのか分かんないんですけども、カマキリロードにめちゃくちゃカマキリがいる日と全然いない日というか、まあいないとは言っても、まあそれは2桁ぐらい数は見れるんですけど、なんかいる日ってさ、カマキリロードってもうすごい数いるんだよ。もうありえないぐらい。それこそこの前来た時とかは本当にカマキリの数異常で、おお、いた、何周してもカマキリいるよみたいな。これはオオカマのメスかな？お、全然怒らないね。ちなみに君は手すりにいた、手すりとかその辺いたけど。あ、これ卵産んでね、一回。いや、違うか。卵産んでるわけじゃないけど、お腹に寄生虫が入ってるわけじゃないですね。いいね。オオカマキリはね、その、主食が多分バッタとかになってるんでしょうね。多分これはね、その主食の問題だと思うんですよ。ハラビロカマキリはやっぱり、樹状性の強い昆虫なので、やっぱりどうしても空を飛んでる昆虫を捕食することの方が多いんでしょうね。だからやっぱりハラビロカマキリは寄生率が高いと思うんですけども、オオカマキリはね、低地性だから、その草原とかにいるバッタとかをメインで捕食してるからこそ寄生率もそんなに高くないのかもしれませんね。前に来た時にめちゃくちゃカマキリがいた T 字路なんだけど、そこのこう T 字路があってさ、この T 字路のここの家かなんかを多分今工事してて、じゃあ こっちかな、いや、わかんないんだけど、それでね、そこがね、ちょっと人がね、いっぱいいて、え？大丈夫そう？朝鮮と腹広だね。だ、まあ、危な、お前ら。大丈夫そう、マジで。極限やん。マジで限界極限バトル始まるところやん。危な。マジで危ないな。場合によっちゃ、その、どっちかが怪我してただろうに。ちなみに寄生虫は？入ってなさそうやけど、なんかね、硬いんだよな、でも。入ってないお腹の感じするけど、硬いんで、なんかお前、何が震えた音？朝鮮カマキリ、この子、ウカフジなんだけど、どうなんだろうな。ちょっと端の方、ちょっと強めに触ってるけど、入ってないね。おい、逃げんなよ、お前。おい、逃げんなよ、お前。この子はじゃあ、あっち逃がしとこうか。おい、オッケー。お前、絶対寄生されてるもんな。オスのハラビロカマキリさん。どうなんだろうな。痛すぎがち、バカ。路上でカマキリ歩いてる、あそこ。待ってよ。車来てないから、まあいいか、まだ。この子はね、寄生されてるね。この子は寄生されてます。あ、出てきた。ほら。ニュって出てきたね。まあ、おかしな話だよな。普通に考えてさ、樹状性の昆虫がさ、こうやってさ、路上歩いたらさ、まあ、それは普通に考えたらおかしい話だよね。何？うまいな。お、お、怒んのか。うわ、めっちゃ怒ってる。えぐ。いい。足つん。あ、えぐ。やべ。遊んでる場合ないのよ、私は。はい、お疲れ。褐色のね、激おこのハラビロカマキリさん、寄生虫入ってます。お疲れ様。褐色のハラビロカマキリはね、個体変異が多くて面白いですね。ハラビロカマキリの中のこの褐色型って結構まあレアらしいんですよ。まあ、僕はあんまりレアだとは思ってないんですけど、なんかまあ世間一般的にはレアらしいんですよ。レア枠らしくて。で、そんな褐色のハラビロカマキリさんなんですけど、褐色のハラビロカマキリってね、カラーリングすごく多くて、これはちなみにオオカマキリのオスですね。手すりにいるから寄生率見るか、ちょっと待ってよ。褐色のハラビロカマキリの話はもう一回後でしよう。逃げんなよ。逃げんなよ。よし、あ、痛い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 。あ、寄生されてないっすね。なんならこいつ、交尾器みたいなのがちゃんと見えてますね。ほら。
素晴らしい。痛い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 、分かった分かった、規制されてたら持って帰ったけど規制されてないからもう逃がすから、分かったって話せ。見て、えー、カマちぎれちゃうよーん、ビヨーンビヨンビヨン、話せよな。こいつカマキリってすごく表情豊かな昆虫で面白いですよね。はい、オッケー。あ、で、そうそうそう、さっき言ってた褐色の腹びろカマキリなんだけど、激レアって言われてるんだけども、僕はあんまそんな風には思わないけど、まあ、激レアって言われてるんですよね、褐色の腹びろカマキリって。で、褐色の腹びろカマキリはすごくカラーリングがね、多くて、めちゃくちゃ黒っぽい茶色と、まあ、黒褐色ってやるやつかな。あと赤っぽい褐色、まあ、赤褐色だよね。あと黄色っぽいね、褐色もいて、まあ、これはね、褐色っていうよりね、ほぼ黄色なんだけど、まあでもどうだろう、まあ、まあそっかな、黄色なやつもいるもんな、ちゃんと。そう、緑となんか多分褐色の間みたいなやつで、黄色っぽい腹びろもいるし、腹びろカマキリってね、めちゃくちゃカラーリング多いんだよね。今カマキリいた気がしたけど、枯れ花とか、そう、腹びろカマキリカラーリングが多くてすごく面白いんですよね。あとやっぱ褐色型がさ、なんかレアだって言われてるからさ、なんか持って帰りたくなるんだよね。持って帰ったら別に何もないのにさ、なんか持って帰りたくなっちゃうんだよね。あ、でも今日マジでカマキリ少ない、多分だけど夕方に来たからだね。あ、これ塩辛トンボですね。塩辛トンボじゃない、これ何これ、なんかなんとか茜系じゃない、なんとか茜とかその辺じゃない、夏茜、秋茜、うん、その辺じゃないですか。色カマキリ、えいっ、痛い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 、よいしょよいしょよいしょ、よし、ここにロードキルがある、よいしょ、ロードキルされてるハラビロカマキリのメス、よいしょ。さっき捕まえたこの子は寄生されてますね。はい、寄生されてます。やった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 、この場所で今年初めて見つけた。でかいな、このポイントにいるハラビロいつもでかいんだよな。よしよしよし、痛い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 、よし、寄生されてるか。はい、寄生されてますね、お疲れ様です。こいつでけー。なんか最近9月下旬になってハラビロカマキリのサイズ感が上がりましたね。いった、たた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 、ハラビロカマキリさんが2匹いる、ここと、ここ、うん、よし、オッケー。やっぱこの道すごいな、ここでさっき言ってた T 字路の付近なんだけど、やっぱこの道すごいな、カマキリめちゃくちゃ落ちてる、バカだな、引かれてらっしゃる。よし、さっき捕まえた2匹、こいつら寄生されてるから見とこうか、一応ね。まあどうせ寄生されてるけどね。この子とかさ、お腹パンパンよ、ほら見て、その俺が好きな町部分っていうの、ここも広がってるもんね。あ、はい、寄生されてますね。もうすっげえ硬いお腹、ガッチガチやん、お腹。いったぞ、噛みすぎ噛みすぎ。もう一匹ですね、この子もメスなんだけど、もう出てるね、お腹から。お疲れ様んさー、ロードキル落ちてますね。ハリガイムシも出てるんで寄生されてたんでしょうね。この子男の子かな、男の子のロードキルです。いや、残念ですね。痛すぎ。俺さ、なんで手袋ここだけこんな破けてんだろうと思ったけどさ、カマキリこうやって持ってここ噛まれるからだ、カマキリに。だからか。いや、ここだけほら穴開いてんのよ。で、なんでこんなとこ穴開いてんだろうなってずっと考えたんだけど、カマキリがかじるからだ、これ絶対。絶対そう。この2匹はじゃあ逃がしておこうか。バイバイ。バイバイ。はい、ということでね、カマキリロード一周終わりました。ということでね、今回こんな感じで終わっていこうかなと思います。今日はね、カマキリロード、カマキリかなり少なかったですね。多分なんですけど、これね、やっぱね、カマキリロード、多分シーズンに入ったんですよ。で、シーズンに入ると、カマキリロードって、夕方よりも昼間の方が撮れるんですよね。なんとなくね、今動画の雰囲気でわかると思うんですけど、今夕方なんですよね。だからね、まあ、今後はね、できるだけ昼に来れたらいいなと思っております。仕事がね、ある日はどうしてもね、夕方にしか来れないんですけども、まあ、仕事がない日とかね、できるだけ昼間に来ようと思います。僕はこんな感じで昆虫採集行きましょうとかいっぱいあげてます。よければチャンネル登録と、この、よければチャンネル登録とこの動画の感想、コメントよろしくお願いします。また次回、はい、バイバイ。